お正月は幸せを願って年神様をおもてなし。お正月やおせちについて多くのことを学んできましたね。食材の由来やいわれなど一つ一つに意味が込められているんですね。これすごく綺麗ですね。本当にかまぼこですか？本当です。ここであのかまぼこを飾り切りにしていますよ。見た目に美しい飾り切りはお正月の食卓を一層華やかにしてくれます。今日はかまぼこの飾り切りに挑戦したいと思います。矢羽根と椿と呼ばれる飾り切りを作っていきます。かまぼこを浜屋の羽に見立てて飾り切りします。浜屋は正月の縁起物として寺院、神社で授与される矢のことで、魔除けや厄払いの役割をします。こちらもかまぼこを椿の花に見立てて飾り切りします。椿は冬にも枯れず葉が茂るので繁栄をもたらすと言われています。それではまずかまぼこをまず立てていただきます。続いて包丁の背をかまぼこの板に這わせて、ゆっくりと引き下ろします。すごい綺麗に外れましたね。外れましたよね。かまぼこの端をですね切り落とします。まず1センチぐらいの幅にかまぼこを切ります。かまぼこの表面積2分の1ぐらいになるようにですね、包丁の先を使って切り込みを入れていきます。続いて、かまぼこの白い部分ですねに、切り込みを入れて物が入るように包丁を通していきます。で、刺しましたら続いてかまぼこの山形の部分を切り込みの切り口の中に入れて完成になります。すごい綺麗にできましたね。白い椿と赤い椿を作っていきたいと思います。約 1.5 センチ幅ぐらいの厚さになるように、その厚さの半分ぐらいにまず切り込みを入れていきたいと思います。で、続いて 1.5 センチ幅ぐらいの幅になるように切っていきます。立たせていきたいので、立たせるために土台は少し分厚くですね作っていきます。続いて花びらの部分ですね、大体に3ミリぐらいの幅になるように切り落としていきたいと思います。椿の花の部分ですね、花びらの部分作っていきたいと思います。薄い、かまぼこを花びらの形のように2枚ですね重ねて丸めて作っていきます。ではこの切り込みのところに、花びらを作ったら切り込みのところに入れていきたいと思います。続いて茹でたアスパラを薄切りにしたものです。それを左右に葉っぱになるように差し込んでいきます。はい、これで白い椿の完成です。緑が加わると色鮮やかになりますね。そうですね。じゃあせっかくなんで、皆さんで召し上がってください。はい、いただきます。正月のかまぼこって普段のかまぼこよりも美味しく感じられませんか？確かにお正月に食べるってかまぼこすごく美味しく感じます。お正月用のかまぼこはまず素材に普段使われないようなタイとかグチといったような高級なお魚を使ってます。弾力とかあとお魚の旨味もすごく感じたと思うんですけれども、はい、すごく美味しかったです。の赤と白のかまぼこがあるのは何か意味があるんですか？白は神聖、清らかとかそういう気持ちを表しますし、赤は日の出を表します。今日の飾り切りなんですけど、蝶々、お吸い物とかあとお子さんのお弁当をちょっと隙間とかに入れてあげるとすごく可愛くて喜ばれますし、お正月だけじゃなくってそういった普段の時からこういう飾りを覚えていただいて楽しんでいただけるかなっていうふうに思います。気分のお正月かまぼこ祝い月は
江戸時代に高級魚として珍重されていた鯛を使い、江戸時代の古文書を参考に江戸の知恵と心意気を生かして作った鯛にこだわる江戸作りのかまぼこです。